じゃあ今日のパワープロはパワーフェス続きの準決勝からやっていきます。試合に行きましょう。え、台風、ここで台風だっけ。帝王実業、友沢がいるのか。友沢ちょっと欲しいな。いっぱいいる、鶴谷とか大東とかなんかそこら辺かな。あと蛇島もいるか。セカンドが蛇島、外野が渋谷がいたね。で投手鶴谷くんで、投手もう一人が大東、捕手が誰だわからん。まあいいや、3点差以上で3人か。ギガバイツ、ここキャッチャーだね。3人か。でも3点差で1回でコンプリートができる。暁大 OB 超いっぱいいる。全員いるんだな。あ、なんか報酬金の新流石みたいなのがあるけど、ちょっと友沢欲しい。友沢だな。帝王実業高校、帝王実業行きましょう。両方ご機嫌マックスだね。パワーヒッター、ベルジヒッター、チャンス、経験点のボーナスか。まあいいや、はるかちゃんで行こう。スキップで、なんか使いますか。まあ変化球ガム使ってちょっと走力上げるか。クリア、変化量4、めっちゃ上がんな。15、相手も結構余るからね。さあ、いきますよ。ルーレット、やってれば、使わなければ。高校 DH あり、以上のルールで試合が行われます。キノコか、先発。神楽塚くん多分死んでるよね。521か、星強いな、やっぱり。キノコはこれ変化量上がってこれかな。いや、変化量上がってこれだな、多分。3333、キノコって結構変化球持ってるね。力配分持ってるのか。スタミナは D。 そうすると胴上とか多分まだ弱いよね。ピッチャー陣最低最初2人いると多分楽になるんだろうけど。で、うちのチームは竹の子、足速い。矢部君とか多分超強い、足92。ガム使ってるからね。じゃあ試合に行きましょう。上空荒れ模様の展開、何か波乱が。芸能界のスターを目指す夢見る男子、自慢の制球力を披露するたび、帽子じゃなくて髪型なの。風になびきます。髪型に帽子かぶってるよね。で、ムービングパスの周りか。 OK、 猫髪、猫髪が来たか。まずは初球。そうかそうか。スライダーはストライク、タイミングが合いません。お前を投げた、三振に切って取る。勢いがあります。昨日3球勝負で仕留めました。いいね。ボール球を振ってくれたのがいい。蛇島はね、意外に強いからね。いいボールだ。能力的には切れています。打った。さあ、ゲッツーになるか。二塁へ通す。これで二塁ボールスタート。アウト。ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。パワフェスチャレンジャー、さあ、犬川和音、やってきましたのは竹野。アベレージヒッターでやっぱりコツコツ打っていこう。高速シュートはボール。投球これから2球目。ストライク。あれ、犬川か、ピッチャーは。3球目打った。鋭烈な当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。竹野、ナイスなバッティングです。で、平山くんもガムで足が入ってます。チャンスを広げていきたい。手のことか、盗塁できそうだけどね。しまった、打ちました。ファウル。次はどう攻めるのか。一つ外してボール。なるべくツーストライク、塁を貯めてバットを出しません。一気に返す。カウントツーボールツーストライク、打ちました。イエティ頭超える。よし、素敵ヒットだ。タンダで行こう。タンダでいいバッティングを見せました。パワーフェスチャレンジャー、森下のチャンスを。パワーあんなこいつ。でも今絶対狙えたわ。センター前、あれ4番って誰だ。風10メートルとか、さすが台風。さあ、ミオちゃんだ。ミオちゃんただね、ミートが小さすぎる。しかしロックオンが4あるからね。ストレートに合わせれば大体持ってきるよ。パワーヒッターも持ってるから、ミオちゃん今のレベルだと。
もうちょっとね攻めてミート2とかになってくれればだいぶ使いやすくなるんだろうけど、展開が早い。あともう点打っていこう。さすがこいつ強え。誰か知んねえけど、で9回をしのげばキノコ。お前が完投するんだ。ピッチャーを休ませてくれ。連戦だからね。オッケー、強いぞキノコ。てかガム使ってるからな。変化球ガムいいね。変化球50いらない。お、なんだ、多分スタミナがアップするやつか。巻物はよくわかんない。ひじりちゃんが11レベル、いいね。矢部くんがそろそろ13レベルになりそうだな。帝王としての優勝はなくなった。やった友沢。お、ミート、いや強い。いやいや、すごいぞ友沢、さすが五強選手。クオン、全然ツリア君とかじゃなかった。クオン、犬川か。猫神ってさ、キャッチャースキルそんな高くないんだよね確か。武田君どうだろうか。外野、蛇島守備力高いね。やっぱりレベル上げればパワーとかも普通に上がっていくからね。二遊間重要だから。蛇島はキャラ的にはあれだけど選手的には優秀だからちょっと入れとこう。私の力が必要ですか。いいでしょう。技術が勝った。じゃあピッチャー補強しときますか。どっちもスタミナは微妙だな。犬かクオンか。クオンはそうだよね、タイピンとかめちゃくちゃ悪いからね。打たれづらさだけか。162180、何が強いんだ。コントロールが高いのか。球速が速いから、あれか、犬か球速133しかないからね。ちょっとな。いや、くん、お前を鍛えよう。友沢さんがいけなら、ここ。ちょっとしゃくんない。半分、銀メダル。さて、散策タイム。あ、神道いる、神道、俺、結構、レベル上げてるんだよな。どうしよう。神道行こう。他のチームもチェックしておきましょう。やる気上がった。エンジェルスだっけ、レッドエンジェルス。今のところピッチャーとして強いのがうちは神道と神楽坂くん。神楽坂くんが一番強い。で次が決勝戦。キャラクターめちゃくちゃいっぱいいるからね。ある程度の戦力が整ったら、まあ普通以上でやっていきましょう。最初はイージーモードで仲間集めとレベル上げ。さて弾道は3でいいや。ミートは上げとこう。でパワーも C まで持ってちょっと足が遅い。敏捷が足りないな。全部1ランクずつ上げられるだね。で技術が余ってるからミートがいける。ミート B そこそこ見れる感じになってきたね能力的には。ただし特能が全くない。まあ一緒。少しチーム見ておきますか。チームメイトだな。クオンはやる気ない。どうえ、スタミナが69ある。あ、でもそこそこスタミナがやっぱり重要だよね。キノコは投げたから死んでる。グッサンはフォークが4、スタミナがある。アオイちゃんはもうスタミナがなさすぎるしちょっと弱いわ。
渡部くん短期、そうか、お前は気が短いのか。対左 A だし小出くん新刊はそれ、ここら辺はでもあれだね、中継ぎとしてはちょっと使っていけそうだね。騎士こいつなんだ、野手能力もあるぞ。肩 A、 あそっか球速があるからか。あでも球速140で肩 A なんだ。うん、野手持ってるけどちょっとミートとパーがしょぼいね。神楽坂くん、いや強いわこいつはマジで強い。もう少しあと特殊能力がついてくれればな、完璧なんだけどな。でゴブは守備、まだレベルが低いからね。ひじりちゃんキャッチャー A、 早球 B、 早球 B って言っても肩がちょっと弱いけど、ささやきも手に入れたか、いいねいいね。森下くんこいつパワー B あるしマジで強い。蛇島は守備、黒江、黒江若干なんか蛇島の貝って感じだな、介護官っていう感じだな。相馬くん、相馬くんもなかなかやるな。守備要員で竹の子は足、うわチャンス F 盗塁 F 三振なんだ。でミオちゃんは完全にパワー、パワー A になってミートこれ E までいかないな、ミート F だな。友澤、うん、まあレベルがね1だからしょうがないけど、あとは鍛えて阿部彦川比がついてくれれば OK。 平山くんは全体的に能力が高いで俺、うん、まあそこそこ。平山くんと似てるな、平山くんよりちょっと強い感じ、矢部は強いマジで。パワー、パワーがね C あるのがいいよね。ミートも C 行くし、多分レベル上がれば補給が若干悪いのか。いや矢部くんは本当に強い、初期からいるメンバーだから絶対いるし。なんかうちのチーム守備とかが強いな、みんなそういうチームになってるのか。まあそんなところですね。でマネージャーは2人、あれまだご機嫌マックスかな。まあそんなわけで、今日は準決勝やったんで、次は決勝戦やっていきたいと思います。じゃあ今日のパワープロはこれで終了します。